はい、皆さんこんにちは、こんばんは。そしておはようございますの方はおはようございます。中村平です。本日9月7日木曜日、中村ラジオ第49回となります。皆様いかがお過ごしでしょうか。早速ですね、本日の誕生日、今日はシンガーソングライターになります、長渕剛さんですね。1956年9月7日生まれになります。ファイブアニマルは本質羊、表面チーター、意思決定チーター、隠れが象、そして希望がチーターという風になります。60分類は協調性のない羊、灯火、火、F のマイナスという風になっております。僕のですね、過去の中村ラジオを聞いていて、まあそしてですね、ピンとくる方はいますでしょうか。びっくりしました。まさかの DJ 社長と全くファイブアニマルが一緒になっております。いやもうね、びっくりしました。生年月日がですね、一緒の方というのは、まあもちろんこのファイブアニマルというのは一緒になるんですけども、そうでない場合というのはこれものすごい確率になってくるんですよ。まあなのでですね、その確率というものは、まあ100万分の1というものをですね、まあ超えてくる確率になってきますので、いやびっくりしましたね。まあそれでいてですね、この長渕剛さんとDJ 社長がね一緒っていうところが、まあまあもうね、衝撃的なね内容だなというふうに、僕としては思いました。まあなのでですね、このファイブアニマルについては DJ 社長のところでですね喋ってるんですよ、結構。まあなのでそれをまたね改めて長渕剛さんで喋り直すというのもまたどうかなというふうに思いましたので、ちょっと別の切り口でありつつ、おそらく、まあ、今までにこう長渕剛さんというものをですね、まあ、語る上でなかった切り口で言ってみたいなというふうに思いました。それはですね、はい、奥さんのしほみえつこさん、はい、こちらをですね、合わせてですね喋ってみたいなというふうに今回思った次第です。はい、奥さんですね、1955年10月29日、姉さん女房というものになるんですね。でこの長渕剛さん、まあそのまあウィキペディアだけになるんですけども、そのまあ情報をですね見ていて、まあかなりですね、まあわんぱくというんですか、まあ可愛く言いますと、まあわんぱくな経歴のね持ち主ということでですね、まあこの正美悦子さんも、まあ二度目のですね、まあご結婚という形になるんですね。まあそしてその、まあ正美悦子さんとのまあ内容というですね、まあこれまでのね経歴をね見ていますと、まあかなり強烈なね、内容だったんですよ。かなり濁してます。はい。なんですけども、それを見たときに、しほみえつこさんの本質、絶対に、虎だっていう風に、僕の中では、もう確信、ある意味、願い、祈りみたいなものがあって、ファイブアニマルをそれね、こう調べて、もうクリックボタンを押すときにね、緊張が走りました。はい。お聞きください。本質、虎。表面、タヌキ、意思決定、羊、隠れが、虎、希望が、コアラ、このような内容になっております。いやー、ちょっとですね、感動しましたね。鳥肌がちょっと立ちました。はい、なんですけども、やっぱり、虎で、しかも隠れも虎できたかっていう風にね、こう見まして、いやー僕の中でですねガッツポーズをねちょっとね撮りたいなっていうのがねありましたね。まあというのはですね、まあこれまでもね、このチャンネルの中でも話してきたんですけども、この羊と虎とのこう相性というものは、まあ非常にいいと、まあ僕の中ではこの、これまでですね、僕の中村雄平のですね独断と偏見と体験にね基づく中であると思
っているんですよ。まあなので、まあ、それがまた一つ証明ねされたんじゃないかなというふうに、思っております。いやいや、もう普通にね個性心理学 のその情報源の中で、そのね、確証出てるよっていうふうに、まあ、知ってる方がいらっしゃいましたらすいません、ご連絡ください。僕は知りません、そのことについては。なんですけども、今回のこの長渕剛さんの羊、そして奥さんの、塩見悦子さんの虎っていうところが出てきまして、いやこれは面白いなというふうに思いましたね。でね、長渕剛さんについて語んないのかいっていう感じなんですけども、まあ、今回はですね、まあ、このお二人の関係性というところにちょっと焦点をね当ててみたいと思いましたので、長渕剛さんのファンの方々本当にすいませんっていうことになるんですけども、まあ、この、奥さんの、司法美恵子さんですね、まあ、本質虎、そして隠れ家虎というところになってきますので、もう本当にザ虎になってくるんですよ。まあ、自分の意識的なところも虎ですし、自分の無意識、深層意識も虎なので、もう完全体なんですね。っていうところになるんですけども、まあ、このね、虎二つということで、もう強い。もう本当に強い。もうね、いろんな意味で強いっていうことをですね、まず僕としては思いました。で、そして、この、塩見悦子さん、長渕剛さんと、まあ、結婚されてですね、まあ、専業主婦になるということを、まあ、公言して、まあ、なられたんですよ。で、このファイブアニマルを見てですね、専業主婦なれるなというふうに思いました。それはこの虎で意思決定の羊というものも関連してくるんですけども、実はこの虎さんというのは非常に家庭的な動物になるんですよ。まあなのでその、まあ自分のですね、まあ家族を持ったとなると、まあその家庭に対してフルパワーでですね、まあ本当にエネルギーを発揮できるんですね。で、先ほどもですね、少し触れました意思決定羊がいますので、そのですね、相手軸になりますんで、この人思考というものは、まあなので、この、まあ、長渕剛、そして、家庭というものに尽くすということが、また、できるね、一つの要因になってるんじゃないかなというふうに、これは思います。で、さらにです、プラスのであれば、柱。はい、柱という言葉をまだご存じない方はですね、ぜひ、僕のですね、過去の動画、コメント返信の、第8回目ですね、見てみてください。その中で語っております、この柱というのは、ファイブアニマルのですね、縦軸になります。表面、本質、そしてこの隠れというここになるんですけども、まあ非常にその人のですね、根幹をなす、まあ重要な部分になるんですよ。で、その表面に、タヌキという動物が入っています。はい。タヌキはですね、内輪好きなんですよ。もう本当にその内というものを大事にする動物なんですね。まあなので、ここもその、まあ、専業主婦、まあ、家庭にですね、入るということが、まあ、できる人なんじゃないかなっていうふうな、まあ、大きなですね、要因の一つになるのではないかなというふうに思いました。もうですね、こう、一生支える人っていうですね、まあ、そういった人がいるんだったら、こういう人なのかなっていうふうに、まあ、あくまでですね、このファイブアニマルを見てることなんですけども、そのようにですね、僕としては思いました。まあ、なので、長渕剛さん、やっと話が戻ってきた感じなんですけども、まあ、やはりですね、チーターが3つもあったら、まあわんぱくなんですよ。まあ本当に大変なんですよ。まあ手がつけられないっていう感じにもですねなるんですよ、本当に。まあしかしですね、この虎と羊っていうものをですね、この位置にね、持っている、この、まあ、塩見悦子さんでしたら、まあ、こういうね、ファイブアニマルの持ち主の方でしたら、まあ、そういったですね、タイプの方に対してでも、まあ、しっかりとしたですね、固く、そして広い器で、まあ、受け止めることがですね、できるんではないかなっていうふうに思いますし、まあ、こういった方でないと、まあ、こういったですね、長渕剛さんみたいなタイプの方ですと、まあ、あくまでですね、ファイブアニマル上での話になってくるんですけども、まあね、一生を添い遂げるというのは、まあ、大変なのかなっていうふうにもですね、思ったりもしました。はい、これはですね、果たして長渕剛さんを語ったのか、それとも塩見悦子さんを語ったのか、ほぼ塩見悦子さんを語っていますね。すいません。はい、なんですけども、こんな感じでいかがでしょうか。
はい、続きまして運気リズムになります。今日はですね、協調性のない羊ということで灯火の方々になります。他のね動物の方を、伝えていきますと、情熱的な黒ヒョウ、クリエイティブな狼、気分屋の猿、楽天的な虎、フットワークの軽いコアラに協調性のない羊を足しましての6種類の方々がこの灯火という運気リズムになります。で、この灯火の方々の今日のリズムなんですけども、焦燥、数値は1になりますね。はい、でまず最初にこの焦燥というものに関して、ご説明したいと思います。焦燥、精神的に成長し自立するタイミング。この時期に集中するのは自分自身、感覚、感性、知性が研ぎ澄まされているため、自分の直感を重視し意識しましょう。今までの環境から力ずくで脱皮し、大胆に行動することで物事が大きく動く時です。このような内容になります。で、本日の指針になるんですけども、頭で考えるよりも、まず行動に移すことを意識しましょう。とにかく体を動かしてチャレンジしないと何事も始まりません。直感に従って突き進んでいけば、人一倍仕事がはかどります。今日の予定を再確認してください。オンとオフを上手に切り替えることで、いざという時に力を発揮できます。オンを頑張るためにもオフをしっかりリフレッシュしましょう。このような指針になっております。まあ僕の中ですね、まあ一言でまとめますと、直感を信じて動けというですね、まあそういった一日になるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、日のリズムっていうところも気になるんですけども、今回ですね、この灯火の方々はですね、月のリズムが成果になるんですが、プラスしてですね、空房になるんですよ。はい、空房というのはですね、まあ最近ですね、毎日のように喋っているんですけども、まあ結構ですね、読めない日でして、まあその読めない中でもどちらかというと、ちょっとですね、悪い方、良くない方に転びやすいんですけども、いい方に転ぶと、まあとてもねミラクルが起きるっていうふうにですね、まあそういった認識で喋っております。まあそれがですね、この月のリズムが当てはまっていますので、まあちょっとですね意識してみたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあちなみにですね、この成果というのは、まあ数値で言うと9なので、まあとても、まあ、いい数値になってくるんですよ。まあしかしですね、そこにこの空房というものが合わさってきますので、要注意、まあこのように認識していただけたらいいのかなというふうに思いました。で、あとですね、まあ日のリズムは焦燥で、でちなみに明日8日ですね、調整になるんですね。で数値は3で、次に、9日は、成果で、そして10日は投資というふうに数値的にはこう上がっていくんですよ。まあなのでですね、まあ今日明日っていうものは数値的に低い、まあそしてね、いろいろあるかもしれませんけども、まあ週末はですね、まあ非常にそのリズムでも上がってきますので、まあそこまでにですね、まあ準備という感じで、淡々とですね、まああまり気にせずにっていうことを言ったらね、本末転倒になってくるんですけども、まあ準備ねしていただけたらいいんじゃないかなというふうにこの流れとしては思いました。で、そしてですね、その週明けは完結転換ときて、でその完結転換が空房なんですよ。まあなのでですね、週明けはミラクルが起きるっていう感じで、まあねちょっと慌ただしいかもしれませんけども、まあ、とりあえずですね、週末ですね上がってきますので、まあ台風明けというのはありますのでですね、心地よい週末を過ごしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは、最後に雑談コーナーとなります。今回はですね、バスケを一段階レベル上げてみた、まあこのような内容になります。というのはですね、まあ僕は、まあこれまでですね1年半ぐらいになりますかね、まあバスケットというものをですね自主練習で打ち込んできました。まあ普通はですね、どっかのサークルとかに入ってワイワイウェイウェイやるものだと思うんですけども、まあ僕はですね群れるのが大変苦手というのもあるんですけども、一人でですね自主練習で1年半続けてくる。でしかも週1やるとかじゃないんですよ。初めの頃はですね朝練をやって
って日中に体幹を借りて練習して、で夜も体幹を借りて練習するっていうね、一旦は何になるんだっていうレベルでやっておりました。朝練とかですね、本当にね、朝ね5時起きとかでやってたんですよっていうぐらいね、なんか打ち込んでたんですけども、最近もですね週3くらいはねやってますね、本当にっていう、まあ、感じでずっとねバスケット続けてきて、まあ地味にですね、まあ、実はバスケットチャンネルというものをやってるんですけども、まあ、最近、まあ、ほんと最近になるんですけども、ちょっとそろそろ、まあ、遅いんですけどね、そろそろ、まあ、対人で、なんか一人じゃなくて、まあ、せめて二人で、まあ、練習をしたいなっていう風にやっと、ほんとやっと思ってきたんですね。でどうするかなって考えた時に、皆さんジモティっていうねアプリご存知でしょうか。まあ、僕は、まあ、引っ越しとかですねする際に、まあ、いらないものをですね、まあ、自分の、身近な方にですね買っていただこうというね、ことで使っていたんですけども、まあ他にもですねいろんな機能がありまして、まあそういったね仲間募集ってもできるんですよこのアプリっていうことを、思い出してですね、そのジモティの方でこうね練習仲間を募集っていうのを、まあ掲示板をね出してみたんですね。まあ普通はですねチームがあるんで入りませんかって募集なんですけども、練習仲間募集っていうですね、まあやっぱりねちょっと、変わった内容になるんですが出してみました。ってやったところ、まあ、やっぱりですねご連絡いただけるんですね。びっくりしたんですけど、早速、まあ、今やり取りしている段階なんですが、まあ、どうなるかはねもちろん分かりませんけども、まあね一段階上げてみて、まあ1対1から始まるんでしょうかねっていうところで、ね、バスケットをですねもうちょっと、濃く深くねやってみたいなっていうふうに、思ったところでありますっていう報告です。もうほんとねゴールは未定なんですよ。お前一体何になるんだっていう感じのね、打ち込み方になるんですけども、ただね、ひたすらに続けております。まあ、っていうのもですね、まあ結局は、まあ、このですね、個性侵略っていうものに対してもそうなんですけども、単純な楽しさっていうところが、まあ続けていくのはですね、すべてなんじゃないかなっていうふうに思いました。なんかもう理屈抜きですよね。この個性侵略においては、ファイブアニマルを分析して、分かったっていう、あの瞬間が僕の中ではとても楽しいんですよ。で、このですね、バスケットにおいてはですね、やっぱりなんか、まあ、ゴールにね、ボールが綺麗に入った瞬間っていうんですかね、パスってあの瞬間なんですかね、なんかあれが楽しいと思う、んですけど、まあそういった単純な楽しさってものがあって、まあ続けられてるっていう感じになりますね。はい、ということで、このままね引き続き、バスケットの方もやっていきたいと思っておりますので、まあもし、興味ある方はですね、まあインスタグラムの方などで、まあちょこちょことになりますけども報告してます。なのでよかったら見てみてください。はい、今回は以上になります。今日の誕生日から長渕剛さんなんですけども、どちらかというとですね、奥さんのしほみえつこさんの方をえこく喋ってしまった嫌いがあります。本当にすいません。すいませんってことはないか。なんですけども、そういった内容です。で、そして、運気リズムの方は、羊ですね。はい。協調性の羊の方、ともしびということで、ともしびの方々、焦燥、数値は1になります。直感を信じて動けという1日になると思いますんで、意識してみてください。で、そして、雑談コーナーからは、バスケを1段階レベル上げてみた、このような内容を喋らせていただきました。今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。公式アカウントの方で皆様の日々のより濃い悩み、そして相談の方をお答えさせていただいておりますので、もし、興味のある方は、気軽にですねご連絡の方お待ちしております。それではまた次の動画、そして次のライブ配信、そして次の中村ラジオで皆様にお会いできることを楽しみにしております。ではまた。